九州ビジネスチャンネルをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。私たち福岡のアイドルグループエイジャーです。あっという間に2013年になったけど、うん、みんなお年玉もらった？もらったもらったね。やっぱりね、年がね、マスごとにお年玉をもらえなくなるということで、2012年もあっという間。はい、いやね、5月には私たちキミリスパークという CD デビューさせていただいたんですけど、うんうん、まあ、そこから学園祭にたくさん出演させていただいたり、たくさんイベントとかもやっていただいたりとか、すごいなんか HR にとってすごい印象的な1年だったんじゃないかなって思わないですか？そうね、それにね、この九州ビジネスチャンネルでも工場やね、リポートだったりハロウィンのレポートもこうさせてもらったんやけど、私は工場屋のレポートで初めて九州ビジネスチャンネルに行ったんやけど、うん、工場屋いっぱい食べ物食べて、めっちゃ入ったから彼女だからなんか大好きな食べ物のレポートとかできてすごい幸せだったです。そういう意味で私と彼はハロウィンのレポートに行ったんやけど、すごかったよね、衣装が可愛かった。コスプレ、そう、あの衣装初めて、すごい新鮮です。はい、そう、私たちですが、今年の今月の1月23日にセカンドシングルバリカタをバリカタでメジャーデビューします。イエーイ。じゃあ今回このバリカタでソロパートを歌う前に、はい、なんか感想ありますか？感想、うん、そうね、もうレコーディングすっごい緊張して、頑張る力は湧いてくるってあるんですけど、本当ファンの方が劇場に来てくださると本当にいつも頑張ろうと思えるので、毎回毎回その歌の時は気持ち込めて歌いたいと思います。そしてそのバリカタという曲はですね、ラーメンのバリカタの硬さと 夢に向かって進む女の子の意志の硬さをかけた歌詞になってるんで、皆さんアップテンポですごいノリのいい曲なんで、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。お願いします。オープニングでは、私たちが通常公演で行っている劇場公演で行っている、ね、公演曲に進まれる明太ロックっていう曲が入ってるんですけど、この曲はですね、博多全面に博多やろ、明太ロック、そうなんです。博多明太ロックって名前に明太が入ってるんで、博多の名物の明太と、あとバリカタ博多ラーメン、福岡のPR できるとこたくさん、そうなんです、確かに、そんな CD になってるので、ぜひ皆さんに聴いてほしいですね。はい、はい、私たちもこれから福岡から全国の皆さんに知っていただけるようにたくさんたくさん頑張りますので、ぜひ皆さん劇場に来てください。それでは2013年もよろしくお願いします。